ようこそお参りくださいました。本日はですね、この神主が持っている尺について少しお話をさせていただきます。神主の持ち物といったら尺、尺といえば神主というぐらい、神主の代名詞と言っていいぐらいですね、この尺というもの、神主にとって大切なものでございます。この尺はですね、もともと束帯、皆さんではそうですね、平安貴族のような豪華な装束をイメージしていただければよろしいかと思います。束帯を着用した時にですね、持つものと言われておりますが、今日では神主の服装の懐具、人揃いのものとして用いられております。ではこの尺、どういった使い方をするのかと言いますと、これはですね、武器とか振り回したりするものではございません。容疑を正す、整えるものでございます。あと尺の使い方としましては、この尺の裏側、皆さんから見える方の裏側にですね、神事など祭典の式次第を書いた紙を貼るという使い方もございます。あとはですね、大変特殊な場面ではございますが、尺を持ってお祓いをするというのもございます。これは大変特殊な場面ではございます。次に尺の素材について、どういったもので作られているのか、こちら見た通りですね、こちら木で作られております。木材を用いて尺は作られることが主でございます。クヌギですとか、あとヒイラギもあります。サカキ、桜もあるようですね。あと黒炭もありますし、シラキもあります。ヒノキもございます。いろんな木材を使って尺作られることがございます。そしてですね、今は見ないんですが、象牙を使って作られた尺というのもあるようです。私見たことないですし、使ってる人とはまず今もういないでしょう。条約的なものもありますからね。それこそ博物館レベルのですね、稀なものかと思います。ちょっと見てみたいですね。現在神主がですね、用いている尺というのは、木製の尺が主でございます。それもですね、クヌギの尺というのが一般的かと思います。また服装によって尺の素材を使い分けているという方もいらっしゃいます。例えばですね、白い袴を履いているときは、このちょっと色のついたものではなくてですね、白木の白っぽい尺を使うという方もいらっしゃいます。その方がですね、なんか白い装束に合いますからね。このあたりはもう神主個人のこだわりが出てくるのかと思います。一口に尺と言ってもですね、この厚みですとか、また大きさとか太さ細さというのも様々でございます。自分に合った尺、厚み細さ、太さとか、そういったものを探すというのも醍醐味の一つかもしれません。いろんな種類の尺を集めている神主さんもいらっしゃいますし、中にはですね、自分で尺を作るという、そういった強者な神主さんもいらっしゃいます。木材のですね、塊を買ってきて、そこから一つずつ少しずつ削っていって、自分の手に合った尺を作り出すという神主さんもいらっしゃるようです。それはそれですごいですし、なんかちょっと憧れはしますので、私もいずれ、自分で作ってみたいですよね。神主が尺を作ってみた、いつかちょっと投稿してみたいですね。現在ではこの尺を用いるのは、神主さんぐらいではないでしょうか。他の職業の方が尺を使っているというのはなかなか見ませんし、聞きません。尺といったらもう神主といっては過言ではないでしょう。先日ですね、お参りなさった、5歳ぐらいの女の子さんにですね、私が尺を持って、装束を着ている姿をですね、見て、あ、お内裏様だ、尺持っているものをお内裏様だと言われたんです。私大変びっくりしました。お内裏様と言われるのも大変恐れ多いことではありますし、
またですね、尺、この尺という名称、名前を知っているというのにも驚きました。5歳の女の子が尺を知ってるんだ、すごいな、物知りなお子さんだなと大変びっくりいたしました。で、よくよく話を聞くとですね、ああなるほど、おじゃる丸かと納得しました。お子さんたちにとって、まあ、尺と言ったら神主ではなくて、まあ、尺と言ったらおじゃる丸なんですね、今は。なんかちょっと負けた気がしました。